手っ取り川第二ダムは、石川県白山市、手っ取り川水系手っ取り川に建設されたダム。高さ37.5メートルの重力式、コンクリートダムで、北陸電力の発電用ダムである。同社の水力発電所、手っ取り川第二発電所に送水し、最大8万7000キロワットの電力を発生する。1979年、石川県を流れる、 手っ取り川の上流に手っ取り川ダムが完成した。手っ取り川における河川総合開発事業の中核を担う治水、利水を目的とする多目的ダムである。高さ153メートルのロックフィルダムで、総貯水容量2億3100万立方メートルという巨大な人造湖、手っ取り湖を出現させた。手っ取り川ダムより取水し、 最大25万キロワットの電力を発生させるのが電源開発の手っ取り川第一発電所である。1日のうち電気の多く消費される時間帯に集中して発電するという運用が取られている。ただし、水力発電所の完結的な運転や出力の増減は河川流量の変動をもたらすものである。このため、発電に使用した水を一時的に蓄え、 下流には常時一定量の水を放流することで河川流量を平均化する逆調整地の設置が検討された。これが手っ取り川第三ダムであるが、これは手っ取り川ダムのある手っ取り川元川ではなく、手っ取り川の支流、のみ谷川に建設された。手っ取り川元川の手っ取り川第一発電所からのみだ川の手っ取り川第三ダムに流域変更する役目を担うのが、 手っ取り川第二ダム及び手っ取り川第二発電所である。手っ取り川第二ダムは手っ取り川ダム及び手っ取り川第一発電所の下流に位置する。手っ取り川第一発電所で発電に使用された水を一時的に蓄えた後、ダム岩の取水口から導水路を通じて手っ取り川第二発電所に送水する。最大出力による運転時間は 手っ取り川第一発電所が1日あたり6時間、手っ取り川第二発電所が10時間と想定し、これをもとに手っ取り川第二ダムの容量が設計されている。手っ取り川第二発電所は、のみだに川に面した場所にあり、最大8万7000キロワットの電力を発生する。発電に使用した水は、のみだに川に放流され、下流の手っ取り川第三ダムで一時的に蓄えられた。 後、手っ取り川第三発電所を経て下流に放流される。手っ取り川第三ダムの貯水容量は、下流の上水道、工業用水道需要を満たすために最低限、必要な流量を32時間放流し続けることが、できうる容量として設計されている。手っ取り川第二ダムは1972年に着工し、1979年に完成。 手っ取り川第二発電所は同年7月に運転を開始した。手っ取り川第三ダムは1972年に着工し、1978年に完成。手っ取り川第三発電所は1979年3月に運転を開始した。北陸自動車道、金沢西インターチェンジから国道157号を南下。白山市川実所前の交差点を左折すると、 のみだに川に並行する石川県道181号内、小口寺下海線である。交差点から、すぐ側道に入ると、手っ取り川第三ダムの直下に至る。ダム直下の放水路上に架けられた橋の上からは、ダムを真正面から見上げることができる。放水路は、ダム直下で、中央部分が山なりになっており、洪水破棄から流れ出た水の跡が、漢字の人の字を描く。 県道に戻り、手っ取り川第3ダムの上流に向かうと手っ取り川第2発電所に至る。山中から飛び出し、道路脇で地中に潜る、緑色をした極太の水圧鉄管が発電所の目印である。手っ取り川第2ダムは手っ取り川にあるため、河内市所前まで引き返して、再び国道157号を南下。国道360号と分岐する。 セットや交差点を右折して間もなく、北陸電力が設置した手っ取り川第二ダムの存在を示す看板がある。ダムの見える場所までは近づけるが、天馬の通行は関係者以外制限されている。ダムからは発電用水のほか、農業用水も分水している。これは、吉原用水と呼ばれるもので、明治時代に改作されて以来、手っ取り川砂岩の農地を潤してきた。 手っ取り川第二ダム建設に伴い、その保証として、用水の取水口がダムに設置された。ダム下流には、瀬戸丸山公園があり、ホタルの生息地として知られている。地元では、小口ホタルの会がホタルの保護活動と公園の整備を行っており、毎年7月上旬から下旬にかけて飛翔するホタルを観察できる。ありがとうございます。